今日は、気になるコーヒー器具の一つ、パーコレーターの紹介をしたいと思います。キャンプ、アウトドア画像のテーブルの上でよく見るあいつです。この動画をご覧の皆様は、パーコレーターに興味があって、美味しい入れ方を知りたい、参考にしたい方だと思います。見た目、雰囲気が気に入って、パーコレーターと調べると、真っ先に出てくるのが、まずい、苦い、デメリット、などの否定的なサジェストです。果たしてそうなのでしょうか？パーコレーターとは？パーコレーターのおすすめって何？パーコレーターについて調べてみました。パーコレーターの活躍に期待です。まあ、おおむねサジェスト通りですが、3つの美味しくなるコツが、パーコレーターに親を殺された、過去を持ち、苦渋を味合わされた、私の経験からお伝えすると、コーヒーと水の量はきっちり、正確にする、強火と弱火を使い分ける、いつか美味しくなると信じる、です。まあ、美味しかったら今でも、普及してるよねということですが、ドリップコーヒーに劣るとも勝る、強い味わいを、一度は体験するのもいいかな、と思います。微粉がザラザラしたり苦くなる傾向があるものの、いくつか気をつければ、冷えた朝に美味しい、ボディの効いた野生的で熱々のコーヒーを味わえると思います。さあ君も、パーコレーターで西海岸のあいつに差をつけよう。諸説あるものの、ウィキペディアを引用するとパーコレーターは1827年にフランスで考案されたコーヒー器具です。中はこのように金属のバスケットが入っていて、湧き上がったお湯がチョコレートファウンテンのように循環する構造になっていて、手軽に作れることから自動コーヒーメーカーが普及する50年前までは一般的な飲み方だったようです。水の量は目分量だと薄くなって悲しくなるので、とても重要です。経験的に、3倍約 300cc のコーヒーの水は豆の吸水を考慮して約 400cc です。ポットの目盛りは単なる目安です。はかりがない場合は、いつものカップを用意して1杯につき、ちょっと、多すぎかなぐらいの水を用意すれば良いかもしれません。知らんけど。豆はドリップと比べてかなり、かなり、粗挽きにします。これは、高温だと抽出が早く進んでしまい、えぐみが出やすい現象を粗挽きにして遅らせるのが目的です。例えが良くないですが、器具数が多い園芸度くらいで良いと思います。遠心力で豆を鳴らしているだけで、遊んでいるわけではありません。これは、どっちでもいい気もしますが、バスケットは水が沸くまで別にします。早く蒸らすよりも、豆の温度をなるべく上げないことで、えぐみが出にくい状態に期待しているからです。コーヒーの抽出に最適な温度は85度前後ですが、悲しいかな、水の沸点は100度。パーコレーターの抽出は、ベストな温度からはどうしても外れていて、一手間を省くと、簡単に苦くてえぐい熱いだけの濁った液体になってしまいます。これに抽出時間の長さが加わると、酸味が強くなります。胃が痛くなるやつです。失敗談といえば、以前、豆がほぼ原型をとどめた粗挽きでパコってみたのですが、抽出に時間がかかりすぎてしまって、生まれたのが薄くて、えぐくてピリピリするコーヒーとは、名ばかりのクリーチャーでした。教訓としては、初めてパコるときは、気持ち粗めの豆を短い時間で抽出してみてから、自分の好みに寄せていくのが、悲劇を少なくする方法なのかな、ということをお伝えしておきます。お湯が沸いたので、ポットにバスケットを入れると同時に、火を弱火にします。てっぺんの窓からポコポコ湧き上がる様子はパーコレーターの醍醐味。ですが、少し慌てています。まだ火が強くてパコパコしすぎのようです。このキャンプ用、ストーブは弱火が苦手なので、金属メッシュを敷いて火を柔らかくしてみます。火が消えたので素早く再着火。なお、金属メッシュを敷いた時は熱がこもりやすく、爆発の危険があります。キャンプで火を使うことは、シートベルトすらない車に乗るのと同じくらい危険です。キャンプの火災事故は増加傾向なので、換気にも気をつけてご安全にです。気になる抽出時間はバスケットを入れてから約3分ほどです。味見をして前後させると良いと思いますが、長すぎるとえぐみが強くなるので注意です。ポットをただ火にかけるだけ見つめるだけの簡単なパーコレーターとはいかないようです。味を気にしないか、うまくいっているなら放置しても勝手にポコポコしてくれる優雅な時間帯のはずが、どうしてもストーブの火が強いので時々離したりを繰り返していて忙しいです。網も外してます。それと、湧き上がってくるポコポコ加減は思ったよりも弱々しいと感じる方もいると思います。ベストだと思うポコポコは、このように時々泡とともにシュワシュワ湧き上がってくる状態です。窓が汚くて誤差がわからないので開けて確認しています。手入れをサボるとこうなります。味見をして完成です。
さて、400cc の水からコーヒーは何 cc できたのか計測します。ドル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 ババン。313cc。計算通り、やらせなしの結果が出ました。コーヒーの見た目はどうでしょうか？豆の油が浮いていて見るからに、リッチで強そうなコーヒーが、簡単にできました。いかがだったでしょうか？バーコレーター。濃くて苦くて、熱々のコーヒーを、ポット一つで用意できる、素敵な道具だと思います。水の量は正確に。強火と弱火を使い分ける、いつか美味しくなると信じる、覚えるのはたったこれだけです。はじめは失敗すると思いますが、少し粗めの豆を味見しながら、2分と短めで挑戦すると良いかもしれません。シルコサンドの前でお別れです。ご視聴ありがとうございました。